シルバーウィーク初日、朝晩はめっきりと涼しくなってまいりました福井県です。 JHL TV をご覧の皆さん、こんにちは。先月開幕しました第45回日本ハンドボールリーグ2020-2021第4週、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦です。北陸電力はこの試合が初戦となります。新型コロナウイルス感染拡大防止を受けて開幕から5試合が延期され、今日がいわゆる開幕戦となります。福井県永平寺町、曹洞宗大本山永平寺のふもとにあります北陸電力福井体育館フレアから、地元で初戦開幕戦となります北陸電力が現在リーグ8位のトヨタ紡織九州を迎える一戦をお伝えいたします。今シーズンは新型コロナウイルス感染防止のため、開幕戦からそれぞれ地域の感染状況を考慮しながら4段階の開催レベルで実施となっています。レベル1は全くの無観客での実施、いわゆるリモートマッチとなります。今日の試合はそのリモートマッチ、全くの無観客試合となっています。さらに今日はですね、オフィシャルおよびモップ係などの運営スタッフはマスク、フェイスガード、使い捨ての手袋を着用。オフィシャル席と両チームのベンチはサイドラインから2メートル以上間隔を空け設置。オフィシャル席の両サイドの後方から送風機によりコート側へ送風。あとは試合前に両チームの選手、スタッフ、審判を対象に抗原検査を行う。そして陽性者が出れば試合を中止。両チームのベンチは前後2列とし、席の間隔を空けて配置するといった万全の体制でこの試合が行われております。さあ、この試合解説は北陸電力ブルーサンダー元監督、福井県ハンドボール協会理事長、福井県スポーツ協会理事を務めてらっしゃいます角谷清重さんにお願いしております。角谷さん、どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。北陸電力としては遅まきながらといいますか、今日が開幕戦、このあたりいかがでしょうか。そうですね、選手はドキドキしてると思うんですよね。まあ、監督も今年から田中監督に戻りまして、はい、新チームとなってますので、はい、うん、うずうずしているところだと思います。はい、またトヨタ紡織九州としては惜しいゲームが続いている中となりますけれども、まあ、アウェーの地でなんとか今季初勝利を挙げたいというところだと思います。まあ、この一戦見どころはどこに置かれますでしょうか。そうですね、やはり早いトヨタ紡織九州は早い速攻をかけてきますので、それをいかに北陸電力は守るか、うん、張りバックを行えるかというところが、はい、うん、ポイントになってくるんじゃないかなというふうに思っています。まあ、似たようなタイプのチーム同士の対戦ということで、まあ、接戦が期待されるかなというふうに思っているんですけれども。そうですね、そういう形から の, 1点差2点差で、ゲームが決まってきそうな感じですよね。はい、角谷さんにはこの後詳しくご解説いただきたいと思います。はい、お願いします。北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦はこの後午後1時スローオフです。この放送は北陸電力福井体育館フレアからお送りしております。この放送は ANA、 ヤマト運輸、インパル、駿河台学園、セレスポ、モルテン、ユニマットライフの提供でお送りします。するわ。ほらやっぱり
来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くのプドウにすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年、1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そして、これからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くのプドウにすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年、1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そして、これからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。北陸電力福井体育館フレアからお送りしております。第45回日本ハンドボールリーグシーズン2020-2021第4週、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦です。さあ、それでは第3週終了時での順位を紹介しておきましょう。日本ハンドボールリーグ男子前週までの順位です。1位が豊田合成3勝1分け、2位が大道特殊校、3位トヨタ車体、ここまでが3勝1分けという勝ち星になっています。4位大崎電機、5位ジークスター東京新加入、6位トヨタ自動車東日本、
7位枠永製薬、8位が今日戦いますトヨタ紡織九州、9位琉球コラソン、10位ゴールデンウルブズ福岡、そして11位が、今日初戦となります北陸電力という順位になります。北陸電力は今日が初戦でもあります。で各チーム試合数揃っていませんけれども、この順位ご覧になられて角谷さんいかがでしょうか。そうですね、今年はみんなの同じようなこうあの均等なっていうかね、はい、うん、あの力があの同じようになっているので、はい、どこが1位に来るのかっていうのはワクワクしますよね。そうですね、はい、まあ、どのチームにもチャンスがあるなというふうな感じがいたします。日本リーグ男子は11チーム2回戦総当たり、全部で20試合あります。こちらで上位4チームで行われます来年3月東京の駒沢体育館で行われます3月のプレーオフを目指します。ではここで両チームの紹介 VTR をご覧いただきましょう。ではまず今日が初戦となりますホームの北陸電力のチーム VTR です。北陸電力の本拠地は福井県福井市にあります。ハンドボール部は1990年の創部、平均年齢は 24.8 歳です。昨シーズンは6勝19敗2引き分けで10チーム中8位の成績でした。個人で7メートルスロー阻止率賞を受賞したゴールキーパーの家田寛太と大島由紀との2人がジークスター東京に移籍、ベテランのメカル厚氏の引退もありチームは変化を求められています。注目の選手はキャプテンの須坂圭介です。チームが変化する時の舵取りが期待されています。エースの藤坂智樹にもチーム全体を引っ張る役割が期待されています。チームのスローガンは不撓不屈、堅守速攻で一戦一戦を戦い抜きます。北陸電力1990年創部、遅れてきた開幕ゲームで今季初勝利を目指します。日本リーグ参加は足掛け17年目、最高順位は7位となります。選手1番ゴールキーパー岩永、3番レフトバック藤坂、5番久保、7番がキャプテンの須坂、8番高森、9番宮田、12番矢作、15番松浦軸になります。21番中山、22番筒井、23番成田、27番竹内、30番川島、31番重藤、33番西方、34番が大谷、監督は田中秀明です。解説は北陸電力元監督の角谷さんにお願いしております。角谷さん、北陸電力、まあ、はい、今回はその去年までのチームの軸となっていた選手が、ね、抜けた中での戦いという形になってくるかと思います、はい、このあたりいかがでしょうか。そうです、まあ、今紹介ありました須坂選手、藤坂選手を軸に、今回あのトヨタ紡織九州で、プレーしてました松浦選手も入ってますので、やっぱサーフスポーの大型選手も入りましたので、今日は結構あの思い切ってやってもらえるんじゃないかなというふうに期待してます、はい、15番ライトバックの松浦圭介、左利きでもともとトヨタ紡織九州でプレーしていてハンガリーに移籍、その後、日本に戻ってきて今日から、まあ、国内復帰戦という形になります。このあたり今日の注目プレイヤーの一人と言っていいと思います、はい、では続きまして、アウェーのトヨタ紡織九州の前節のハイライトです。強引に中にねじ込んでいった、もう変わった方向からシュートが入ってきました。かなりの耐久時間があるところからシュート決めてきました荒川選手、なかなかいいですよ、今いいディフェンスをトヨタがしております。さあ強引にシュート、いいところにいたキーパー、シュートしたいですね、早く打たないとっていうことです。あー決めてきました大橋選手、大橋選手が決めてまいりました。シュート入っています。あそこだけ無重力になっているような瞬間があるんじゃないかと思うほどのジャンプです。さあ決めてまいりました。シュート決めました。トヨタ紡織九州13番、その差4点、大崎のリードです。さあシュート決めてきました。あと4ギル選手24番、決めてきました。倒れながら自ら決めてきました。トヨタ紡織九州21番、残り時間が3分15秒、乗りました、
ました。ナイスセーブです。さあ、速攻決めてきました。トヨタ防食中枢。キーパーのナイスセーブをしっかりと生かしてきます。キーパー、まとめ。同点ということで終了となりました。トヨタ防食九州は前週大崎電気戦最大5点差から、まあ、ひっくり返して残り1分までリードしていたんですけれども最後追いつかれ引き分け、こちらどのようにご覧になられました？そうですね、ドキドキしてどちらに傾くかなというふうには思ってたんですけども、やっぱり、引き分けで終わったという感じでしょうね。はい、さあトヨタ防食九州の選手です。1番小峰、3番田中、6番中本、7番津山、8番がキャプテン荒川、9番岡松、10番大橋、11番橋本、12番岩下、13番井、14番梅本、15番岩見、19番三重、21番清家、22番酒井、24番パク・ヨンギル、監督はキム・ミョンヘとなります。さあこの後いろいろ楽しみがあるこの一戦ですけれども、一緒にお伝えしていきたいと思います。この後は選手入場となります。1番ゴールキーパー小峰大地、前週大活躍でした。3番レフトバック田中大斗、6番センターバック中本和弘、7番左ウイング津山博也、8番右ウイング荒川倉とキャプテンです。多彩なシュートバリエーションを持ちます。9番ピボット岡松聖吾、191センチあります。10番センターバック大橋要、新人です。11番レフトバック橋本翔、新人です。12番ゴールキーパー岩下優太、注目選手です。日本代表。13番ライトバックイ・ウンホ、前週4得点挙げました。14番左ウイング梅本貴明、170センチの選手です。15番レフトバック岩見海里、京都出身185センチ。19番ライトバック三重達弘、左利きです。21番レフトバック清家拓也、前週3得点です。22番ピボット酒井翔一郎、188センチ、日本代表候補です。24番レフトバックパク・ヨンギル、韓国出身です。前週3得点のパク・ヨンギル、監督はキム・ミョンヘ、就任3年目です。続いて青のユニフォームは北陸電力となります。監督は田中秀明、復帰となります。今日が初戦となります北陸電力です。ブルーサンダー、1番ゴールキーパー岩永龍也、184センチ、福井出身です。3番レフトバック藤坂智樹、182センチ、福井出身です。5番左ウイング久保博樹、福井出身です。7番レフトバック須坂圭介、キャプテンです。8番右ウイング高森翔太、福井出身です。9番ライトバック宮田ひなり、小柄なライトバック。12番ゴールキーパーは矢作源、山形出身です。15番ライトバック松浦圭介、大きな拍手で迎えられます。
21番ピボット中山大輝。22番レフトバック筒井亮輝。27番レフトバック竹内浩。アイスランドでもプレーしていました。30番レフトバック川島雄太郎、福井出身です。怪我から復帰。31番レフトバック重藤俊介、新加入、大阪体育大学出身。ライトバック大谷幸也です。日本体育大学から新加入です。以上の面々が本日のベンチ入りメンバーとなります。この試合のレフェリーは村田、古川の両氏。マッチオフィシャルは越田。テクニカルデレゲート庄司で開催されます。この試合解説は北陸電力元監督の角谷清重さんにお願いしております。角谷さん、はい、いよいよ開幕ということで、まあ、両チームの選手コールされました。はい、いい顔してましたね。そうですね、うちに秘める投手がこうワクワクともう出てきてますよね。はい、まあ、ようやく待った開幕という形になります、北陸電力。はい、まあ、試合前に田中監督にお話を伺いますと、とにかく不安なんだと。ああ、なるほど。はい、まあ、5試合延期になったというところで、まあ、他チームを見られたのは良かったんだけれども、まあ、その間練習試合もできてないし、まあ、あの田中監督自身も今季変わったばっかり、復帰されたばっかりということで、はい、まあ、なかなかちょっと、不安だなということを話されてましたけれども、なるほど。はい、角谷さんも、まあ、監督の ご経験というところで開幕、はい、やっぱり大変緊張しますか。そうですね、やはり コロナの影響でトレーニングマッチができてない分、自分たちのどれだけ完成度が高いかってそういうところが測れてないので、はい、うん、本当不安だと思いますね。なるほど、はいはい、通常ならね、はい、それをきちっとあのトレーニングマッチして、だいたい自分たちの得点がどれだけ取れるのか、またディフェンスがどれだけできるのかっていうのを測りながらやりますからね。はい、一方のトヨタ紡織九州はキム・ミョンヘ監督、はい、まあ、前週はその昨年優勝チームの、大崎電機に、まあ、はい、引き分けた形、勝たなければいけないゲームだったと。はい、そうですね、最後集中力が足りなかったなという話をされてました。この期間、インターバルの期間ですけど、ディフェンスをやっぱり改めて練習してきましたというふうに話されていらっしゃいました。はい、まあ、トヨタ紡織九州としては、北陸電力、いいチームなので、3試合先に実施したアドバンテージを生かしたそういったプレーをしていきたいというふうな話をされていらっしゃいました、トヨタ紡織九州のキム・ヨンヘ監督です。はい、まあ、今回からね、あのトヨタ紡織九州 の, こ の, あのコーチとして、はい、あの大崎電機の監督を務められました岩本コーチが入りましたし、はいはい、佐藤さんも入りましたので、また新たなこうチームの雰囲気が出てますよね。そうですね、やっぱ今まで、プレーオフ出たことがないんだけれども、とにかくやっぱりプレーオフ、そして日本一目指すんだという気概が感じられますよね。はいはい、さあ間もなくスローオフです。右から左に攻めるのが青のユニフォームの北陸電力地元です。そして左から右に攻めるのが赤のユニフォームトヨタ紡織九州です。13時スローオフ、間もなく13時。3日ほど前にあのちょっと北陸電力の試合を練習を見に行ったんですけども、27番の竹内が結構スピードが出てましたの乗ってましたので、ちょっと注目してもらってもいいかもわかんないですね。はい、スタメンで出てますね。はい、はい、21番の中山の姿、そして30番川島、今お話もありました27番の竹内の姿も見えます。やはりその北陸電力、新たなスタートとなった、まあ、自分たちで歴史を作っていくんだというシーズンになるかと思います。はい、笛が鳴りました。第45回日本ハンドボールリーグシーズン2020-2021、北陸電力対トヨタ紡織の一戦です。右から左に攻めるのが青のユニフォームの北陸電力。まずはゆっくりとしたボール回し、30番の川島を中心に右に入ってくる。
そしてどうだ、また右に振る、左から打ってきた、決まった、いいですよ。先制点は北陸電力です。松浦行きましたね、いきなり来ましたね、はい、15番の松浦、どういう意気込みでいくっていうふうにちょっと聞いたら、はい、勝ちますと一言だけ言ってました。なるほど、はい、その、まあ、監督が不安ですという中、選手が勝ちますと力強いですね。そうですよね、頼りになります。トーパスが乱れる、これでチャンスになる北陸電力、左が空いている、5番に渡ってシュート決まった、ゴール、5番の久保速攻から決めました、2対0、前半の1分です。今の北陸電力としては相手のミスをそうですね、あのルーズボールをうまく取りまして速攻に行ったので、はい、ちょっと立ち上がり、防守九州の方もボールがちょっと手についてないかなっていう、まだ始まったばっかりですね。そうですね、まあ、どうしてもハンドボール立ち上がり、そのボールとの相性といいますか、馴染まないようなシーンというのはよく見られます。ありますよね。右に振ったが戻ってくる、またセンターに戻す、トヨタ防守九州です。ここで笛です。6メートルラインところでオフェンス側にファールですね。そう、ちょっと失礼、ディフェンスのファールですね。ユニフォームを掴んだみたいな形なんで、はい、触るなと。なるほど、クリーンにやりなさいというような、はい、フリースローでゲーム再開です。さあどうだ、打ってくるか、左で手上げているぞ、サイド、よしよ、サイド決まりました。ああ、おっしゃーね24番のパクヨンギル、1点返しています。前半の間もなく2分です。得点2対1。そして、北陸電力が1人退場になってますね。そうですね、かなり後ろから押したということで、うん、イエローカードじゃなくてもう一つ罰則が厳しく、はいはい、退場ですね、はい、退場ですね、うん、ということで、コートプレイヤーを1人入れてゴールキーパーは、今下げている状態、6人で戦っている北陸電力です。ゴールは空いている、エンティーゴール状態です。前半の2分を過ぎました。得点2対1、北陸電力のリードは1点。さあ徐々に試合が落ち着いてくるか。ダブルポスト状態になっています。なかなか切れ込めない、打ってきた、強引に打ったが、ここはダメ。ルーズボールは北陸電力持っている。落ち着いてですよね、はい、もう一回、うん、北陸電力はよくルーズボール抑えましたね。そうですね、今どうしても時間を使いたいという気持ちがありますからね、はい、うん、しかも今、人数が少ないですから、はい、今完全に相手に行ってしまうとそのまま同点というシーンでした。その可能性ありましたよね。片手で取って切れ込んでくる、どうだ、下から、ここは決まらない。27番の竹内光のシュート外れました。今のはいいアイデアで打ってきたかと思います。パスが乱れている、なかなか形を作らせません北陸電力のディフェンスです。よく動いてますよ、まあ、ちょっと5人なんでね、はい、ディフェンス頑張ってもらいたいですね。そうですね、とにかくしっかりと前へプレッシャーかけていきたいところ、まあ、防守は確実に1点取りたいですね。サイドから決まった、ゴール、同点。16番ですか、14番ですね、梅本ですね、はいはいはい、2対2の同点です。14番の梅本隆明、スピードを生かしたプレーが持ち味です。前半の間もなく4分になろうというところ、1人人数が少ないのは北陸電力です、はい、ここでまた長い笛があったがフリースローです。北陸電力ボール、そして今戻ってきました、ゴールキーパー戻っています、決まった、ステップシュート、再び決まりました、15番の松浦、速攻、右サイドから、これも決まった、一進一退、3対3です。13番のイ・ウンホ、今これ北陸電力得点を決めた時に、はい、メンバーがあのベンチ、はいはい、ディフェンスの人間と入れ替わってるんですけど、そうですね、そこをうまく防守九州が攻撃していると、はい、少しこの変わるタイミングを考えなきゃいけないのかなというふうに思いますね、はい、まあ、どうしてもその一旦変わっていいゾーンから戻らなきゃいけない、その時間がっていうところですね、はい、あ、来た、これ来た、あ、どう、ナイスキーパーです。
いいシュートでしてございました。ナイスキーパーですね。12番のゴールキーパー岩下、日本代表水星ジャパン。シュート阻止率は現在7位の3割飛んで6輪。昨年はシュート阻止率賞を取ってタイトルを取っています。3割5分5輪でした。本当よく取るんですよね。はい、これも止めたか。いや決まった決まった決まりました決まりました。決まりましたよね。あ決まりました、はい、これも決まった。4対4すぐに取り返す。3番の田中泰斗、田中は前週3得点でした。チーム2位の12得点を前週まで上げています田中泰斗。立ち上がり互角ですよね。そうですね、本当にまさに一進一退という、両方ともやっぱりこう守って速攻というところなんですけれども、まあ、特にトヨタ紡織九州のその速攻早いですね。ですね、はい、決まったですね。松浦選手行ってますね。松浦もうすでに手元の集計で3得点目、はい、5対4と勝ち越します。どこからでも打ってきますね。もうやっぱ現れてますよね、勝ちに行きますという、なるほど、はい、気持ちが出てますよね、もう自らこのチームを上に持っていくんだ、勝ち星を上げるんだというそういう気概が感じられるプレーです。サイドから決まったゴール、同点。14番の梅本が決めたというコールがありました。そしてスローオフでゲーム再開です。前半の6分を過ぎました。北陸電力対トヨタ紡織九州、得点5対5、一進一退のゲームです。北陸電力としては試合前に田中監督にお話伺いますと、まあ、25点に相手をトヨタ紡織九州を抑えたいというような話がありました。ここ打ってきた、はい、ルーズボール。得点力がなかなかその30点は取るのは厳しいかなというところで25点に抑えたいという、やっぱりなので1つ25点というところを目安にこの試合を見ていただければいいのかなと思います。25点前後が勝負のなってくるところですね、はい、ここまで得点は5対5の同点。まさに一進一退のゲーム。北陸電力が取ってトヨタ紡織九州が追いつくという展開が目立っています。センターから回転してオーバーステップ、はい、オーバーステップですね、歩き過ぎましたね、はい、そして速攻に出ます北陸電力、キーボットに入っているが早いですよ、ここどうだ、長い笛、6メートルラインの内側でディフェンスをしたということですかね。そうですね、はい、中に入って守ってましたというところで7メートル、そうです、しかし今あれですね、倒れ込みながらもよくシュートまで持っていったなという気迫を感じました。そして北陸電力は7メートルスロー、8番の高森翔太がボールを持っています。最初の7メートルスローということになります。決まりました、落ち着いてますよ、はい、6対5、1点再び勝ち越しました北陸電力です。やっぱり7メートルスロー、圧倒的にやはりオフェンス有利だと思うんですけれども、最初は緊張しますよね。そうですね、でも右の上を打ったんで、はい、なかなか取りにくいところですからね、いいところを見て打ってます。落ち着いてしっかり決めてきたという、はいはい、8番の高森翔太のプレーでした。得点6対5、北陸電力のリードは再び1点。ここはディフェンス止めています。3番の田中の突破を許しません。右が空いているぞ、パスが乱れる、北陸電力ボールです。ゴールキーパー12番の矢作源が拾ってセットオフェンスに入ります。まもなく前半の10分になろうというところ、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦、得点は6対5、北陸電力のリードは1点です。北陸電力は今日が初戦、開幕5試合はコロナ対策ということでゲームが延期になっています。そしてここもキーパーセーブした。左へ展開、中央で戻す、打てない、下からもダメ、しっかりと集めてボール守ってます。ボールマンよく見ています、はい、絞ったディフェンスよくできてましたね。そうですね、速攻で点数やられたので今こうディフェンスをしっかりしましょうというところで、はい、
いい展開ですよ、はい、まあ、暴食も落ち着いてますよね、まあ、無理にいかなかったというところもあります、はい、まあ、トヨタ暴食九州の方は少し無理に打って相手に点を取られるという展開もありました。ピボットの入って、ここはナイスキーパー、しかし顔面、12番のゴールキーパー矢作勇気を持って飛び出していきましたが顔面ストップ、しかし大丈夫とイエローカードと今出ていますが、そうですね、はい、まあ、後ろから掴んだという形ですので、なるほど、前週はトヨタ暴食九州のゴールキーパー、が岩下が顔面に当てて、その後、まあ、急遽入った小峰が大活躍したという、ね、はいはい、展開もありましたけれども、北陸電力も今、しっかりと、まあ、顔面でといいますか体全部を使って止めたというプレーでした、はい、7メートルスロー決まった、7番の津山、6対6の同点です。まさに一進一退の攻防です。前半の10分を過ぎました。得点6対6、北陸電力対トヨタ暴食九州の一戦、まあ、立ち上がり面白いですね、これ 6対6でちょうど、交互に点数取ってますので、はい、ここまで連続得点は、まあ、最初序盤に両チームとも2点ずつ取りましたけれども、その後はまさに交互に取っている展開になっています、はい、さあパスが乱れてトヨタ暴食九州が速攻で打ってきて、ナイスキーパー、速攻に出る、左サイドが空いているぞ、右も手を上げている、大きく振った、どうだ、勝負、決まった、ゴール勝ち越し、8番高森翔太、福井出身、見事な勝負でしたね。そうです ね、やっぱ裏表ですよね、ミスするとすぐ得点につながるということで、はい、お互い速攻が得意なチームなので、はい、速攻中心になってきますよね、そのためにはいかにディフェンスでしっかり守れるか、そこからの攻撃につなげられるかといったところが大事になってくる、はい、早い展開とちょっとスップしたぞ、滑ったんですね、今のはいい流れでどういうプレーになるのかなと思ったんですけれども、少しスリップしてしまいました。どうしても速攻の得意なチームですので、しっかりシュートまでで終わる、はい、ということがポイントに挙げられると思いますね、はい、ミスしますと速攻につながりますから、しっかりシュートで攻撃を終わってくると、はい、いうことが大事になってくるんですね。得点は7対6、前半の間もなく12分です。北陸電力のリードは1点、打ってきた、ナイスキーパー、12番の矢作速攻仕掛けてますよ、そして反転してここで止めたか、どうだ、笛があります。ここもライン内防御ですか。そうですね、まあ、ベンチとしてはうまくこうサンドイッチしたんじゃないのかっていうことで、はい、まあ、むしろオフェンスファールじゃないのかぐらいの、そうですね、はい、まあ、でも一番近くにレフリーがよく見て、はい、エリアの中に入ってましたと、はい、いうことだと思います、はい、そして先ほど1本決めている高森、はい、きっちり決めてきた、得点8対6、さっきは少し溜めて打ったんですね、今回クイックで打ちましたね、はい、ちょっとキーパーが準備ちょっと遅れましたね。そうですね、はい、高森自身は手元の集計で3連続得点です。はい、いや考えてますよ、よく、はい、解説は北陸電力元監督の角谷さんにお願いしております。やっぱ気になりますよね。そうですね、やはり、まあ、応援しちゃいますよね、ここ、はい、ピボットポストに入る、どうだ、しっかり止めた、止めます、ナイスディフェンス、まあ、力と力のぶつかり合いですからね、もうどんどんやってほしいですよね、はい、ワンハンドで取ってしっかり決めた、今度は決めた、9番の岡松、ワンハンドでキャッチしてそのまま反転シュート、ゴール決めました、8対7、1点差に迫ります。どうしても今ディフェンス時には、イエローカードとか退場が出てるので、はい、今引っ張れなかったんですね、はいはいはい、シュートまで打たせて、キーパーに任そうというところで決まりました。北陸電力30番川島、怪我から復帰のシーズン、得点9対7になります。
前半の間もなく15分、得点9対7、北陸電力のリードは2点と広がっています。ベンチもよく声出てますね、北陸電力、ね、はい、今日はね、無観客試合ということで声もよく通るので、それに、はい、それにも勝るような声が出ています。そして今回転しながらジャンピングスローでしたが、はい、ここはキーパー防いでいます、はい、回転してよくキーパーをずらしたような、はい、不意をつくようなシュートだったんですけどもね、よくキーパー頑張ってもらいましたね、はい、まあ、先ほどゴールキーパーの、矢作が、はい、ちょっと顔面で止めるシーンありましたけれども、はい、痛いんですけど嬉しいんですよね、ゴールキーパーってやっぱり上手なキーパーになってくると顔横しかないんでね、はい、潰されてきますから、はい、コースがね、なんかその痛みが俺やってるぞっていう感じになる感じもあります、はい、なるほど。ここもキーパー止めている、両キーパーよく抑えています。そうですね、12番の岩下、やはりキーパーが取るとゲームが締まりますよね、そうですね、まあ、ディフェンスもあえて打たすというシーンもありますので、そこでしっかりとゴールキーパーが止めますと、まあ、そのまま速攻というところにつなげられる、はいはい、そういう側面もあります。得点9対7、北陸電力のリードは2点です。赤のユニフォームがトヨタ防止球種のセットオフェンス、アンダーから打ってきた、これはナイスアイデア、21番の清家です。9対8になります。いけますよ、どうだ、これはオフェンスファール取られましたか、ブロッキングというか、ディフェンスポストマンの反則ですね、はい、今もったいないですね、北陸電力としては、いや今素晴らしいシュートだったんですけれども、はい、もうなんて言うんでしょ う、 こう静止画で見るような絵に描いたようなシュートの形体勢だったんですけど、はい、そこをしっかりと止めていきました、トヨタ防食九州、ナイスディフェンスですね、はい、そうですね、まあ両チームともスピードがあるんで、今日目を離せないですね、そうですね、はい、打ってきた、決まった、14番の梅本、同点です、9対99対9です。今のはまあパスもあり得るなというところで自ら打ってきましたね、そうですね、うまくブラインドも使ってますし、いい回り込みですよね、はい、トヨタ防食九州は得点ランキングに入っている選手というのが、まあ、少ないんですけど、まあ、誰、そうなんですよね、逆に言うと誰でも点が取れるという裏返しになるかと思います、はい、みんな均等に取ってるので、はい、マークしにくいというところもありますよね、なるほどなるほど、選手が入れ替わりました、トヨタ防食九州です、14番の梅本入っています、そして21番の清家も入りました、この清家は前週大活躍、そうですよね、はい、はい、この得点ランキングに入っているのが14得点26位の清家のみというところなんですよね、はいはい、前週3試合でした、3得点でした、高い、ナイスキーパー、そこ自ら行った、おっとナイスキーパーだ、ナイスキーパー、ジャンプした左足で止めていきました岩下、そうですね、もったいないですね、北陸電力としては、まあさすがの日本代表というところなんでしょうけれども、はい、ナイスキーパーですよ、はい、ああいう得点を取られるとやっぱ乗りますからね、そうですよね、はい、やっぱキーパーが阻止してくれると、また防食九州のディフェンスがまた足が動きますから、はい、ディフェンスにさらに磨きをかけてきたというトヨタ防食九州、パスが乱れたのは北陸電力、ちょっともったいないセットオフェンスになりました、ね、今ノーマークだったんですけどもね、切れ込んでくるか、ダブルドリブルではありましたかね、チャージングですね、チャージングですか、失礼しました、あっとボールが点、まだしかしボールが来ている、サイドを割ったという判定です、体は入ってても、手を引いたときにラインから出た、はい、ということですね、まあ、よく頑張って取りに行ったんですけど、ね、ですね、もったいないですね、少しこの時間帯北陸電力のオフェンスが、ちょっともったいないなというシーンが、
そうですね、ありますちょっとミス続いてますね、まあ、ただし、それもトヨタ防食九州のディフェンスの力が、まあ、出てきている、はい、圧力をかけているというところの裏返しだと思います。そうですね、どうする、キャプテン一旦戻す、パッシブはまだ出ない、前に出たか、決まった、勝ち越しはトヨタ防食九州です。今思い切って前にディフェンスに出ましたけれども、そこを取れなかった、インターセプトできませんでしたね。そうですね、今カット狙ったんですね、ですよね、竹内選手はカット狙ったんですけども、はい、若干足りなかったという、そうですね、まあ、そこはもういいプレーと、まあまあ、表裏一体といいますか、はいはい、これ田中監督早いタイムアウトですね。そうですね、前半の間もなく20分になろうというところ、まあ、今までずっと北陸電力が、リードをしていたゲームなんですけど、トヨタ防食九州が追いついた、逆転した、勝ち越したところで、ここで田中監督がタイムアウトを取っています。得点9対10、トヨタ防食九州のリードは1点です。ちょっとディフェンスのチェックとか、あの確認とか、はい、そういったことをやっているような感じかなというふうに思いますけども、はい、まあ、両チームともその得点パターンというのが非常に似ている、まあ、堅守速攻のチーム同士の対戦ということもありまして、やはりそのディフェンスのちょっとしたズレが命取りになってきます。そうですね、あのミスからの速攻というのが大きいですよね、まあまあ、ハンドボールはそれが醍醐味なんですけどもね、はい、まもなく、はい、よく走るチーム2つだと思います。そうですね、動きが非常に展開の早い両チームです。前半のまもなく20分、得点は10対9、トヨタ防食九州がリードを1点奪っています。今度藤坂選手が入りましたね、抑えています。今ボールを持っているのは15番の松浦、はい、ハンガリー帰り、3番の藤坂、はい、竹内校を下げてというところですね。藤坂は今季の目標は500得点達成、昨シーズン9月23日に400得点を達成しています。3番のレフトバックの藤坂です、はい、出してどうだ、戻す、センターから右へ振ってウィング、これは外れました、ね、外れています、サイドネット、はい、しっかりと戻る北陸電力、速攻につなげるトヨタ防食九州、パスが乱れているぞ、左サイド走っている、右へ振った、右へ振ってそのまま決まった、と外れている、ここはキーパーがよく前に出てシュートコースを防ぎました、ましたね、逆に速攻はトヨタ防食九州です。一旦落ち着かせます。前半の間もなく21分、30分ハーフで行われますハンドボール、選手が一人入れ替わります。トヨタ防食九州です。21番の清家が入りました。本当裏表ですよ ね、リスしたら速攻走る、はい、速攻を守ればまた速攻走る、そうですね、選手たち本当タフですよね、トレーニングも積んでるんでしょう、ケット、うん、トヨタ防食九州はこの時間帯3連続ポイントになっています。北陸電力としてはここの流れを止めなければなりません。そうですね、シュート外れています。さあこのセットオフェンスどうだ、一旦落ち着かせて、人が入れ替わります、選手が入れ替わりました。3番の藤坂入ります、北陸電力です。北電としては1点欲しいですね、ここはね、何としても1点で同点に追いつきたいというところ。まもなく前半の22分、どうだ、シュート上に外れる、15番松浦のシュート上に外れます。速攻トヨタ防食九州、スピードに乗ってるのはよく止めた、うん、サイド走っているぞ、シュート、おっとここもナイスキーパー、なんということに12番ゴールキーパーいました、ナイスキーパーですね、本当にね、ノーマーク今度2本3本取ってますよね。そうですね、もう全く得点が反対になっててもおかしくないような流れなんですけれども、はい、昨シーズン初のベストセブンにも輝いた12番ゴールキーパーの岩下のナイスセーブでした。何回も言いますけど、やっぱりキーパーが通るとゲーム締まりますよね、はい、まあ、逆にそのキーパーがあんだけ当たる取ってくれるとなると、そのオフェンスの方も迷いが生じませんか。あ、そうですね、
さあ今度も速攻に出る、チャンスですよ。今度はどうだ、決まった、5番の久保、今度は決めた、はい、再び同点です、10対10、何としても決めてやるというところだったと思います。逆サイド決まった、左サイド、21番、清家サイドから決めていきました、はい、得点は10対11、トヨタ紡織九州のリードは再び1点、勝ち越し。クイックスタート走ってくるんで、はい、結構ハリバックしないと大変ですね。そうですね、やっぱその上下の移動が、はい、なかなか、いやバックチェックはやっぱ、はい、あの厳しくしていかないと、北電としては苦しいですし、右へずらす、決まった、8番の高森、福井出身、11対11です。前半のまもなく24分、得点11対11、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦です。両サイドいいですね、はい、両サイド久保君に、高森君、両サイドのプレイヤーのその勝負に行く意思といいますか、そしてゴールキーパーとの駆け引きっていうのも見どころありますね、はい、見応えあります。ピボットは通さない、ナイスディフェンス、今3人がかりでカットに行きました、はい、パスが乱れる、北陸電力ボール。前半の間もなく25分、30分ハーフで行われます日本ハンドボールリーグ第4週北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦をお伝えしています。11対11、シーソーゲームになっています。セットオフェンスから北陸電力は点を奪いたい、右サイド振って、一旦戻す、上から打ってきて、決まった、15番の松浦、勝ち越し、12対11、高森君がよく引きつけましたね、サイドの方に展開してシュートと見せかけて、松浦選手に勝負させたと。その分松浦選手へのそのディフェンスチェックが少し甘くなって打ちやすくなったというところ、はい、松浦はこの試合手元の集計で4得点目という形になります。そしてタイムアウト、前半の25分を過ぎました。北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦、得点は12対11、北陸電力が再び1点勝ち越して現在タイムアウト、まあ、残り5分、こういったあの前半でも後半でもそうですけど、はい、立ち上がり5分、残りの5分というのが大事になってきますから、はい、あのトヨタ紡織九州としては、はい、ここでもう一回チェックをして、はい、何をしなければいけないとか、うんはい、あのチェックのあのタイムアウトじゃないのかなというふうに思いますけども、はい、やはり両チームとも似ているチーム構成、まあ、堅守からの速攻というところを持ち味なだけに、一つのディフェンスのミスが命取りになる、はい、そのあたりはもう両監督ともに、もうそして両選手ともに、やはりそれはもう肝に銘じているところだと思います。そうですね、もうミスしたらあっと思わずに、はい、もう一生懸命変えるしかないという、はい、機械的にやらなきゃいけないという、なるほど、そんな感じですね、セットオフェンサートヨタ紡織九州、一旦ボールを戻します。19番の三重、トヨタ紡織としてはタイムアウトのこの1点ですね、はい、ここの攻撃を大事に攻撃して、はい、点数と決めたいところでしょう ね、 そうですね、やはり1点差あるいは同点で進むのと、まあ、2点差少し点数が広がってくるのでは、はい、まだまだ時間があるとはいえやはり違いますよね、はい、そうですよね、ピボットには入らない、コースを防いでいます北陸電力のディフェンス、ボールマークしている、枝に当たっている、ゴールキー、おっとここはどうだ、どっちがボールを取る、ルーズボールは北陸電力、そしてキーパーが足を押さえているぞ、大丈夫か、当たったんですかね、北陸電力は速攻に出ます、まだキーパー立ち上がれていない北陸電力、一旦少し落ち着かせます、そしてオフェンスも選手を入れ替えてきました。3番の藤坂、キーパー入れ替わりますね、そうですね、12番の矢作、今接触があったところで、ゴールキーパーが入れ替わります。1番の岩永龍也が入ります。184センチ、福井出身の選手です。セットオフェンスは北陸電力、30番の川島から、川島決まった、
13対11。今のは目の覚めるステップシュートでした。そうですね、やっぱこういうステップシュートを打てるとディフェンスも詰め遅れたりするのがありますからね、はい、今度慌てて詰めるとポストに落ちるというところで、はい、ステップシュート守っている側からするとどうしても半歩といいますか一呼吸遅れちゃうっていうのはありますよね、はい、有効なステップシュートだと思います。2点差つきましたね、はい、13対11、北陸電力のリードは2点と広がっています。北陸電力としてはいい流れになっているこの時間帯、はい、そしてここでファールがあってフリースローは北陸電力になります。流れをものにできるか、ここも来た、決まった、川島、決まりましたね、はい、14対11、川島雄太郎、福井出身、福井商業高校から早稲田大学。いいですね、まあ、暴食九州としては、はい、3点差ついてディフェンスが退場になりましたので、はい、15番の岩見が退場になっています、はい、ここで一気に離されないように頑張りたいところだと思うんですけど、はい、逆に言うと北陸電力はここで離したいところですよね、はい、そうですね。さあ人数が1人少ないのがトヨタ暴食九州です。今のそのゴールシーンで、15番の岩見が退場になっています。1人少ないトヨタ暴食九州、赤のユニフォーム、まあ、北陸電力はチャンスですよ、はい、ゴールが空いていますトヨタ暴食九州です。北陸電力としてはディフェンスここでボールカットすると一挙にもう1点というシーンになります。はい、クリと回してチャンスを伺う、自ら来るか、ポスト気味に入ってきて、ここは大丈夫か、オフェンスボールです。しっかりと守りました。前半の28分を過ぎました。打ってきた、キーパー止めた、そして速攻、ゴールキーパー戻っている、シュート、ここはナイスセーブ、22番の筒井のシュートを弾いています。12番の岩下、何本止めているんでしょうか。すごいですね、やっぱり大きく見えるんでしょうかね、はい、コーナー狙って外すということは、キーパーのやっぱ爪が違うんでしょうね。日本の守護神です。はい、間もなく前半の29分、1人少ないトヨタ暴食九州、6人のコートプレイヤーでゲームを行っています。シュート、これは外れます。シュートで終わっていますのでゴールキーパー入る時間があります、まあ、もう29分を過ぎました。残り1分、1人少ないディフェンスになりますトヨタ暴食九州です。サイドから勝負、外れる、なかなか決めさせてもらえません。そうですね、ノーマーク、日本もったいないですね、ここね、痛いですね。23番の成田のシュート、はい、残念ながらバーです、ポストです。そしてここで2分間の退場が切れましてキーパーが入ります。7人対7人の攻防になります。ここどうだ、フリースローはトヨタ暴食九州です。時間がもうほとんどありません。まもなく前半の30分、得点14対11。さあどうなる、打ってきた、枝に当たってディフェンスは、ディフェンダーに当たりましたので、コーナーからですけれどもここで前半終了です、はい、北陸電力対トヨタ暴食九州の一戦をお伝えしています。解説は元北陸電力監督の角谷さんにお願いしております。角谷さん、はいはい、まあ、前半簡単に振り返っていただきたいんですけれどもいかがでしたか。そうですね、やはりあの速攻が両チームとも早いのでそのチェックとかそういったところに立ち上がりは結構戸惑ってたっていうところありますけど、はい、逆に言うと速攻が決まって気持ちいい展開になってたのかなと、はい、で最後ちょっと退場とかね、そういった穴があって3点差っていうのがありましたけど、はい、もうこれはそんなに差のない3点だと思うので、うん、はい、まあ、3点差というところであると、はい、まあ、ハンドボールでは、まあ、
まあ、あり許していいリードかなというところの部分でもあるかと思いますけれども、この速攻の速さがありますから、はい、3点というのはあっという間にこう追いついたり、はい、あのしますからね、はい、北陸電力としてはしっかりこの3点を守って4点、はい、5点って、はい、開きたいでしょうし、あの暴食吸収としては早く同点に追いついて、はい、1点でも2点でも、うん、あの追加していきたい。そうですね、北陸電力としては一瞬ちょっとこう、まあ、相手のナイスディフェンス、ナイスキーパーというところで流れが、はい、まあ、傾きかけたんですけど、最後はなんとか4連続ポイントというところで、盛り返して14対11で、前半を終了したというゲームでした、はい、第45回日本ハンドボールリーグ男子北陸電力対トヨタ紡織九州、前半を終了して14対11で北陸電力がリードしています。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿台は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。
井県北陸電力福井体育館フレアからお送りしております。第45回日本ハンドボールリーグシーズン2020-2021第4週北陸電力対トヨタ紡織九州の試合をお伝えしております。解説は北陸電力元監督の角谷清重さんにお願いしております。角谷さん、はい、前半を、まあ、終わって今14-11得点が3点差というところですけれども、はい、まあ、簡単に先ほど振り返っていただきましたけれども、まあ、ちょっと詳しく、前半そうですね、はい、ですがやっぱり立ち上がり、はい、まあ、目立った内容は速攻ですね、はい、やっぱり両チームとも速攻が素晴らしいなというふうに思いました、はい、それと、両チームともですけどやっぱりあのキーパーがナイスセーブがあるということで、いやそうですね、ゲームが締まっているという感じはします、はい、でまあ田中監督が、ね、最初におっしゃってましたように25点ぐらいでという話が今11点ですので、はい、これ、まあ、単純に計算じゃないですけど、はい、22点とかいう倍の、はい、倍の得点しても、はい、そういう形で、うん、立ち上がりは北陸電力のディフェンスが機能してるんじゃないのかなっていうふうに思います、はい、うん、はい、まあ一瞬ちょっとそのトヨタ紡織九州の時間帯になりかけたなというところもありましたけれども、よくタイムアウトから戻したなという感じがいたしました。私あのハンドボールってこう山が2回ほど、はい、谷が2回ほど来るっていうところ、まあ、裏表ありますけど、はいはいはい、その2回をうまく掴めるかどうかっていうふうに思ってるおおむね5分から7分ごとぐらいに1つこう山があるというようなことなんでしょうかね、はい、で最後の山を北陸電力はうまくこう、はい、点数に乗せて3点差にした、はい、そうですね、北陸電力は最後、4連続ポイントという形で、はい、まあ、一挙に勝ち越してつき、まあ、3点差をつけたというところです。前半ですけれども入ってきた速報スコアですけれども、北陸電力は15番の松浦が5得点、はい、8番の高森が4得点、はい、30番の川島が3得点、はい、そしてトヨタ紡織は14番の梅本が3得点という形でした。なるほど、はい、まあ、期待していた選手がやっぱり活躍して、特にやっぱり松浦ですよね。そうですね、やっぱ勝ちますという一言に、はい、今回の立ち上がりからのスタートからこう思いが込められているというふうに伝わってきますよね、はい、まあ、前半 その中盤以降は少しディフェンスのマークがきつくなる場面もあったかなという気はしたんですけれども、それでもやっぱり修正してくるところさすがですよ。そうですね、まあ、トヨタ紡織九州もやはりあの松浦が点数を決めたので、はい、ディフェンスをそういうふうに松浦中心に来ますと、うん、はい、そういったところにまた後半川島選手が決め出してということで、はい、いいバランスだと思います、はい、だから防守九州としてはちょっと絞りにくいんじゃないのかなというふうに思いますので、はい、そこをしっかり後半今チェックしながら、後半 の戦術を考えているんじゃないのかなというふうに思いますけどね、はい、さあその、まあ、今日が、まあ、開幕最初の5試合、延期になりました北陸電力です、まあ北陸電力は社会的インフラ事業者として電力の安定供給を使命とする企業であると、はい、日本国内における新型コロナウイルス感染拡大状況に鑑み、ハンドボール部に所属する選手も社業に従事していることから業務継続に支障がないようにということで総合的に判断しての5試合の延期、そして延期となった5試合は追って日程を調整していくということになっています。はい、まあ、そのあたり、そして万全な体制ということで今日の、試合も行われております、はい、まあ、そういった、地元の方々っていうか、はい、いろんな関係者の方々に、ご理解をいただいたということは本当にありがたいお話ですし、はい、またご迷惑かけたことをまたお詫びしたいなというふうに、はい、私も北陸電力の社員ですので、はい、ありがたかったなというふうに思います、はい、まあ、その分今日思いっきりね、ゲームを楽しんでもらいたい、うん、そして勝ちにつなげてほしいなというふうには思います、はい、解説は北陸電力元監督の角谷清重さん、そして角谷さんは福井県ハンドボール協会の理事長でもあり、はい、福井県スポーツ協会の理事でもいらっしゃいます、はい、まあ、そしてこの、北陸電力ブルーサンダーハンドボールチームなんですけど、福井県民応援チームに、まあ、はい、今シーズンから加入されたということなんですね。移植を受けまして、はい、しっかり福井県を、はい、PR するか元気にしていくということですね、はい、まあ、他には、福井ワイルドラプターズというんですかね、こういう、野球ですね、はい、そして、サッカー福井ユナイテッド FC、北陸電力ブルーサンダーハンドボール、そして、福井丸岡ラックというんですかね、日本女子フットサルのリーグに入っている、
そしてホッケー、グランドホッケーですけれども福井クラブ、この、5つのチームが、まあ、福井県の、まあ、いわゆるトップチームということで、まあ、そうした、トップチームを県民みんなで応援していこうという、そういう流れの中に、はい、北陸電力ブルーサンダーハンドボールチームも、まあ、今シーズンから入りましたというところで、はい、まあ福井県のなんていうんですかね、まあ、シンボルとして活躍を期待したいなというところなんだと思います、はい、まあ、そういうふうにあのなっていってですね、県民の皆さんに力とか、はい、楽しみとか、いろんなものをハンドボールを通じて、はい、あの提供できたらいいなというふうに思っています、はい、そして、今日は福井県の永平寺町にあります北陸電力福井体育館フレアで、試合が行われているんですけれども、北陸電力フルサンダー永平寺町のふるさと大使にも、そうなんです、今シーズンになられたということで、はいはい、あのそれも移植を受けまして、ふるさと大使ということで、まあ、ホームアンダーウェイですから、はい、県外の試合とかにですね、はい、しっかり永平寺町を、はい、PR したいと。なるほど。で、まあ、永平寺町がですね、はい、ハンドボールの街というか、そういったものになってほしいなというのもありますし、はい、しっかり永平寺町を、はい、PR していきたいなというふうに思います、はい。まあ、今画面はトヨタ紡織九州ですけれども、はい、北陸電力のユニフォームの袖のあたりにそのいわゆる、お坊さんといいますか、エイボー君という、はいはい、袖がところにエイボー君というのがあしらわれていて、まあ、このエイボー君が躍動する姿を全国の、皆さんに見てもらおうという永平寺町のふるさと大使という形になると思います。今ちょっとカメラで撮っていただいております。ユニフォームには落ちてないかもわかんないですね。アップ着とかには、なるほど、そうなんですね、はい、ウォーミングアップのところには乗ってると思うんですけど、ね、うんうん、はいはい、あ、なるほど、はい、まあ、このあたりも、まあ、今度見かけたら、あ、これだなっていう風に見ていただけたらなという形で。そうですね、また今観客は入れないですけども、はい、いずれ観客が入れるようになりましたらまた福井の方に、はい、来ていただいて、永平寺の方も見ていただきたいなというふうに思います、はい。そして今日は、日本ハンドボールリーグ、まあ、レベル1、いわゆる無観客試合リモートマッチということで行われております。そして、福井県ハンドボール協会では、まあ、独自の対策ということで、まあ、オフィシャル席の両サイドの後方から送風機、大型の送風機があるんですけれども、こちらを、まあ、コート側に風を送るということで、まあ、コート上の飛沫をなんていうんですかね、まあ、ベンチといいますかオフィシャルの方にこう飛ばさせないというような形の、体制なんかも取られています。はい、オフィシャル席と両チームのベンチはサイドラインから2メートル以上間隔を空けて設置といったところもありますし、さらはさまざまな工夫で、まあ、新型コロナウイルスと、まあ、共存といいますかならないための、感染を広げないための工夫が、施されての開催となっております。第45回日本ハンドボールリーグシーズン2020-2021第4週、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦をお伝えしています。トヨタ紡織九州は去年7位で現在は5位です。北陸電力は去年8位、そして現在今日は初戦となります。後半のスローオフ30分、まもなくです。右から左に攻めるのが赤のユニフォームトヨタ紡織九州、左から右に攻めるのがホームチームです、青のユニフォームの北陸電力です。後半の30分が始まりました。得点は14-11、3点リードは北陸電力です。さあ、しっかりと手になじませて、トヨタ紡織九州は少しボールが、まあ、乱れる、手につかないようなシーンが散見されました。まずはゆっくりとしっかりと前に出ている北陸電力のディフェンス、勝負に行くか、打ってきた、決まりました。24番パク・ヨンギル、よく体勢を崩しながら打っていきました。そうですね、かなりディフェンスも押してたんですけどもね、よく左の方にして、はい、キーパーをかわしてますよね。後半最初の得点はトヨタ紡織九州です。14-12になっています。点差は2点、北陸電力のリードは2点になっている。サイドへスカイプ気味に行ったが、これは合わない。今アイデアとしていかがでしたか。今セットプレーだと思いますね、うん、主体プレーで点数取りたいなというところで、立ち上がり、はい、やはり3点差を守っていきたいのっていうようなのが見えてきますよね、はい、あんまり
追いつかれたくないという、はい、そしてトヨタ紡織九州は8番のキャプテンの荒川が右のウイングに入っています。どんどんとその選手が入れ替わる、このあたりもハンドボールの魅力の一つです、はい、ダブルピボット状態から左へ勝負に行く、キーパー止めている、フリースローですね。ここはしかしディフェンスにファールがありました、うん、オフェンスボールでフリースロー、ディフェンダーは、そのフリースローの位置から3メートル離れなければなりません。したがって9メートルラインの外からのプレーという形になります。パスが乱れる、ここは今しっかりとパスカットキャッチできたら逆転速攻というところだったんですけれども、ここはまあひとまず相手の流れを止めました北陸電力です。高いシュート、キーパー止めている、ルーズボールは上田防食、ナイスディフェンスだったのは北陸電力、流れを止めます。もう一度最初から攻撃ができるということなので、じっくりここは防食九州としてはじっくり攻撃したいという、はい、そうですね、まあ、時間を使ってもいいからちゃんと点差を決めと詰めていく、並べていくというところだと思います。そしてここで速攻は北陸電力、あっとパスが乱れる、しっかり止めます、キャプテン止める、トヨタ紡織の8番荒川です。30番の川島入ってきた、今日のポイントゲッターの一人でもあります。川島は前半3得点、30番、一旦戻して左ウィンから、ここもキーパーが取っている、キーパーナイスキーパー、はい、速攻はトヨタ紡織九州だがボールは手につかない、逆に北陸電力はチャンスになる、自ら行く、決まった、退場でしたね、そして勝つ退場、まあ、速攻久保選手に体を寄せていって、はい、まあ、危険なプレーというところの、で退場、はい、3番の田中、はい、退場となります、2分間退場、そして点が決まって15対12、まあ、ちょっと触れてないじゃないかっていう話で今の手をちょっとオーバー、はい、あのアクションしてましたけど、はい、やっぱり圧力っていうか、いろんな意味で危険ですよね、はい、っていうところで、はい、レフリーよく見てますね、はい、3点差がついたところでトヨタ紡織九州、上から来るか、サイドフリットが、あ、これまた退場ですね、と21番中山退場になっています。2分間、両チームとも2分間の退場者が出ている、6人対6人のゲームとなっています。今のはどういった判定でしょうか。いや、押したっていうような、あのレフリーはそう判断したんじゃないかなと思うんですけど、はい、僕のこの位置からはあまりそんな影響なかったんじゃないかなと、はい、思うんですけど、まあ、いわゆる一連の流れではないのかなというふうに、まあ、ここからは見えたんですけど、まあ、一番近くで見ているのはレフェリーです。そうですね、はい、レフェリーが正しいです、はい、左へ決まりました、ラテラル気味に打ってきました、はい、24番パクヨンギル、パクヨンギルは後半2得点目です。15対13、両チームとも1人少ない人数、そしてゴールキーパーが抜けている形で攻めている北陸電力のセットオフェンス。今5人しかいませんね。ちょっとあのバタバタしてますよ、はい、すぐに戻らないといけない、ゴールキーパー戻っている。今ちょっとそのなんて言うんでしょう、チーム内の連携が意思疎通が図れてませんでしたね。ちょっとベンチワークは、はい、しっかり6人で攻めるのか、5対5でやるのかという、はい、その間に打っちゃいましたね。そうですね、まあ、やはり攻撃的にはパワープレーになりますので決まりました。トヨタ紡織九州15対14にしています。きっちりとオフェンスでは点を取っていかないといけない時間、両チームの時間帯だと思います。そうですね、さあ、あと5秒でトヨタ紡織九州は1人戻ってくる。ここはナイスカットしたが笛はない、1人戻りましたトヨタ紡織九州、まだ30、20秒ある、
また2分間の退場ですか。ちょっと見てなかったですね。8番の高森が退場になりました、はい、北陸電力です。これで2人退場という形ですね、うん、これ痛いですね、はい、21番の中山の分はあと20秒で戻ってきますけれども、まあ、20秒ハンドボールオフェンスあっという間です。十分、はい、点差につながる時間帯です。ここは数が余るぞ。決まった、同点です。キャプテン決めました、荒川。15対15。そして1人戻ってきて6人になった北陸電力です。ちょっとなんていうんですか、北陸電力後半の立ち上がりバタバタしているような印象を受けますけれども。そうですね、ちょっと退場が出ましたので、ここちょっと気持ち落ち着かせて、はい、何をするのかということをきちっと決めないとダメですね、はい、右ウィングから逆に戻す、打ってった、キーパー止めます。ナイスキーパー、日本代表岩下。しかし岩下は全部取ってんじゃないかぐらいの印象を受けますけれども、ね、決定的なチャンスもう何本止めているんでしょうか。止めてますね、はい、ナイスセービング。甘いシュートはやっぱり止めますし、はい、いいノーマークシュートもかなり止めてますね。そうですよね、はい、ワンバウンドパスから一旦時間使います。10番大橋センター、逆に振って戻す、1人人数多いぞ、決まった、10番の大橋勝ち越し。16対15、トヨタ紡織勝ち越しに成功。16対15、しっかり退場 の, その人数の、はい、アドバンテージを生かしているのはトヨタ紡織ですね、はい。さあ、あと約10秒で北陸電力は1人戻ってきます。現在は6人で、まあ攻撃を行っている北陸電力。そしてここで時間が解ける、決まりました、枝に当たって吸い込まれた、再び同点。15番の松浦、松浦がこの試合6得点目、得点16対16。後半の間もなく8分です。北陸電力としては1本返したところでなんとか息をつきたいといいますか、流れをこれ以上、トヨタ紡織九州にはやりたくない。そうですね、はい、退場つくかな、またこれは腕にいったかな、退場しましたね、やっぱり2という、はい、形で2分間退場だよというところで、34番の大谷でしょうか、はい、ちょっと退場選手が増えてきています。そうですね、やはり6人、まあ、キーパー入れて7人ですけど、はい、人数7人で戦うということも大事になってくると思うので、はい、キーパー頑張って、決まりました、10番の大橋。大橋は連続得点、17対16、勝ち越しはトヨタ紡織です。後半の間もなく9分、得点は17対16、トヨタ紡織九州のリードは1点、勝ち越しに成功しています。まあ、トヨタにしてみるともっと早く早く攻撃を展開させたい、はい、時間の間にね、はい、北陸電力はじっくりじっくり回して1点欲しいところですね、はい、これぐらいの時間になると今日が初戦であるというのはあまり関係ないですか。そうですね、大丈夫な感じですね、うん、パスが乱れる、今いい、ディフェンスをかいくぐって北陸電力がチャンスを作ったんですけれども、得点にはつながらない。トヨタ紡織もパスが乱れる、人数が1人少ないのは北陸電力。トヨタ紡織22番を下げます、酒井を下げて10番入ってくる。やはり1人いないですが、うん、無理してシュート打たないですよね、はい、ここセット攻撃で確実に1点取りましょうということをみんな一人知ってますね、確実にセットオフェンス1人多いですからね、はい、まあ、普通にいけば余るという形になります。退場時間がまだ40秒近くあります。両サイドが手を挙げているぞ、勝負に行ってアンダーから決めていきました。19番の三重、
18-16、2点差に広げますトヨタ紡織九州です。まあ、ここしっかり12秒残ってるんで、はい、あのしっかり回して6人で攻撃もう一度すると、はい、キーパーが戻ってもらうのを待つという。そうですね、まあ、ミスされてしまった。ちょっと呼吸が合わない。ゴールキーパー戻っています。7人対7人になっている。一旦落ち着かせます。まあ、トヨタ紡織九州としては今リードしている状況ですから、だ無理に打っていく必要は今はないっていうところですね。やっぱりあのファーストブレイクでしっかり速攻で1回押して、はい、その後セット攻撃でもう一度点数を取りに行くっていういいリズムですね、はい、今ね。それを北陸電力はいかにか、はい、我慢して耐えるか、そこがちょっと見どころですね、はい、トヨタ紡織は後半だけで7ポイント、北陸電力は2ポイントです。連続得点トヨタ紡織、ピボット決めていきます。9番の岡松、 そしてここでタイムアウトです。19-16、トヨタ紡織九州のリードが3点となったところでタイムアウトを取りました。後半の11分を過ぎました。いいタイムアウトだと思いますね、はい、そうですね、はい。ま、私はもう少し早いタイミングでタイムアウトを取ってもいいのかなと思ったんですけれども、まあ、このぐらいの時間でまずはその、後半の、まあ、後半のいわゆる前半といいますか、はい、10分です。3分の1が過ぎたところで一旦呼吸を入れます。これ4点離されるとちょっと、気持ち的にね、はい、大きいと思うので、やっぱ2点3点のところで裏表していかないと、はい、だから4点目をどっちが早く取るかという、そこにもなると思うんですね。次の1ポイントというのはその試合の流れを決める上で大きな点数になってきますね。一つの大きさだと思いますね、はい。25点勝負に、ね、持ち込みたいという北陸電力の田中監督、まあ、トヨタ紡織九州がちょっとそれからいうとラップ早いですよね。まあ、3点リードしてたのが、はい、今度3点リードされてますから、6点取れてますからね。そうですね、まあ、タイムアウトのこの1回の攻撃は大事です、はい、切れ込んでくるか、枝に当たってゴールキーパーだ。ナイスディフェンス。トヨタ紡織九州速攻に転じる。そしてセットオフェンスは時間をかけます。トヨタ紡織九州が大きな声が上がっています。22番のピボット酒井。酒井は3月の日本代表合宿のメンバーにも呼ばれている選手。その選手がベンチに戻る際に大きな声を出していきました。よし乗っていこうぜという意思表示です。そうですね、やっぱり今の4点目を取りたいというところのディフェンスですからね、はい、ルーズボールはどちらだ。北陸電力素早いボール回しから勝負に行くぞ。キーパーナイスキープ、ナイスキーパー。8番の高森の足へのシュート、どうすればあんだけ反応できるんだろうという形 で、ね、はい、ついなんて言うんでしょう、足を上げて守りたくなるところだと思うんですけど、そこをしっかり見て足元のシュート見ていました。いや高森選手もいいシュート打ってるんですよ。そうですよね、本当にいいシュート打ってるんですけど、はい、それ以上にやはり良かったですよ ね。12番ゴールキーパー岩下です。岩下選手すごく反応してますね、はい。サイドからループシュート決まった。あ、ラインクロスです。ラインクロス決まってない。ここは救われました。北陸電力取って決まりました。19-17、5番の久保、2点差で再び戻します。後半の13分、今のラインクロス、そして1本返した北陸電力としてはこの流れをうまく自分たちのものにしていかないといけませんね。そうですね、今ここから守って、はい、速攻の形で今みたいに1点ずつ返していく、はい、1点取るのに時間がかからない両チームです。ボディボットに入る、勝負に出るが決まった。9番の岡松、20-17、再び3点差に広げます。トヨタ紡織九州です。まあ、ピボットに綺麗にボールが入ってしまうとやはり決められますね。
そうですね、まあ、でもそれで絡んで退場を出さないように、はい、まあ、若干打たしているところもあると思います。確かにそのあたりで、はいはい、ここは決まった。北陸電力3番の藤坂。それで後半の序盤、流れが、まあ、あのトヨタ防止九州の方に行ってしまったという側面もあります。ここ今シーソーゲームですからね、はい、どっちがあのペースをつかむかというところになってくると思うんですけど、はい、後半の間もなく15分折り返し、はい、得点20対18トヨタ防止九州のリードは2点です。打ってきた24番のパク。21対18、少しあのディフェンスからは見えない形でのパス交換からうまくクロス気味に打ってきましたね。そうですよ、大谷選手がちょっと詰めてなかったので、やっぱ詰め遅れた分あの上から打たれたというような感じで、もう少し準備して、はい、あの一歩でも二歩でも前詰めておかないと、はい、やられます。やっぱり戻す、ピボットに入る、決め返す。21番の中山、21対19、2点差。今の北陸電力としてはいい攻撃の形でしたね。うまくあの上に釣り出してポストに落としたということなので、はい、これ両チームとも今後半はちょっとセット攻撃が主になってきてますよね、はい、走りの展開というよりもセットの展開、面白いですね、はい。自ら行くか、パスが乱れるわ、ボールは北陸、キーパーに渡して速攻に出るわ、左サイド空いてるぞ、右へ振ってセンターから左サイドループ、あっとループはバーの上。もうなんて言うんでしょう、トヨタ防止九州のゴールキーパー岩下の圧がすごすぎて、そうです、やっぱ爪が早いんで、ループにしてもやっぱ、はい、あの高いループになっちゃうので、どうしても枠から外れてしまうっていう、はい、まあ、久保君もよく見てたんですけどもね、そうですよね、はい、もう決まったかなと思ったシーンでした、はい、岩下は昨シーズンシュート阻止率ナンバーワン、3割5分5厘の阻止率、前週までは3割飛んで6厘、しかし今日の試合でまた上げてきていることと思います。そうですね、よく取ってます。昨シーズンは初のベスト7、そしてフィールドシュートは1200本止めたという今年の2月11日で記録しています。岩下、トヨタ防止九州の攻撃がアンダーから決める。8番の荒川、22対19、サイドからも落ち着いてといいますか、アイデアを持ってちょっとバウンド打ってですが、ゴロ気味に打っていきました。技ありのシュートを見せられるとね、キーパーもなかなか難しいですよね、狙いが絞れなくなってきますね、はい、後半の17分を過ぎました。22対19、3点差、追いかける北陸電力、左ウイング打てない、センターに戻す、どうだ、ナイスキーパー、15番の松浦打っていきましたが、ここはキーパーナイスセービング。あの足元のシュートも今手で止めましたね、岩下。 その分攻撃に行きやすくなるという形があると思います。もう完全にディフェンスの要、トヨタ防止九州のジュエリマンゴールキーパー見ました。完全にその後半のリズムを作っている立役者です。スカイ決まった、いいところでのスカイプレー、荒川連続得点、23対19、4得点差がつきました。この試合初めて4得点差がつきましたかね。そうですね、はい、まあ、今のセットのスカイプレーで、まあ、ハンドボールの一つの魅力ですけどもね、はい、3点差から4点差開きたいというところで、はい、ちょっと勝負に出てきてるそうですね。北陸電力が少し攻め手に欠いているような印象を受けるのは、そうですね、まあ、ディフェンスよく足動いてきてます、トヨタ防止球場で、まあ、シュートまではいけてるので、まあ、まあ、なんといってもナイスセーブですね。そうですね、はい、トヨタ防止球場の12番ゴールキーパーの岩下のナイスセーブが
でどうしてもああいうあのコースを止めて、キーパーが止めてるので、はい、なかなか勝負しにくいんですよね。そうするとボールを回そうとしているので、はい、ステップ気味に打ってきましたが、ここはキーパー止めています。速攻は北陸電力、自ら行くぞ、決まった、大谷いいですね。23対20、速攻はトヨタ防止九州ですが一旦止める。後半の間もなく20分、さあ残り10分の攻防となりました。北陸電力対トヨタ防食九州の一戦、点差は3点。後半の、まあ、中盤以降は一進一退になっている。なんとかその流れを北陸電力としてはものにしたい。あっと、ここも決まった、上からサイド気味に打ってきました。やはり詰め遅れると上から狙ってるの、隙あらば狙ってるので、はいはい、しっかり北陸電力としてはあの8メートル9メートルからあのフットワークが必要になってくるんですね、はい、24対20、点差が4点に再び広がります。トヨタ防食九州ナイスゴール、24対21、3番の藤坂負けていない、はい、これが藤坂選手の持ち味ですからね、はい、もう強引に入っていくっていう形で、これで退場をもらっちゃうと、はい、あの北陸電力のペースになってくるんですけどね、 うまく防食九州を守ってると思います、はい、無理せずに、まあ、点差がある分のディフェンスということですよ ね、 さあまだ試合の流れはわからないぞ、どうする、トヨタ防食九州一旦戻す、パッシブの予告が出ている。あ、押した、あ、チャージングですね、オフェンスファール、はい、北陸電力ボールになります、まあ、この辺はハンドボール、その時間をうまく使おうと思ってもパッシブという、まあ、制度あのルールがありますので打たなければならない、はい、でそこで、まあパスが乱れたりすると一挙に相手のチャンスになってしまう。そうですね、今ディフェンスのちょっとあのブロッキングというか、はい、チャージングというか、はい、そういった反則を誘えたというのが大きいですよね、アンダー気味、ここも足元止める、いいですよ、でも今打ってもいいところだったので、はい、もうこれはなんて普通なら得点というところなんです。そうですね、ナイスキーパーなんですけども、はい、まあ、打ってもいいあのタイミングでしたからね、はい、自信持って打ちに行ってますけど、それ以上にキーパーが良かったです、はい、残り8分少々になりました。北陸電力対トヨタ防食九州の一戦、24対21、点差は3点。ブレイクスルーどちらするのはどちらのチームか、切れ込んできてナイスキーパー止めた、12番の矢作意地を見せます。両キーパー頑張ってくれてます、はい、勝負に行くか、左サイド振ったパスがやや乱れた、今いいタイミングで入っていればというところでしたけれども、パスがやや乱れました。ここで北陸電力は1本返したい、どうくる、ナイスディフェンス、14番の梅本、トヨタ防食九州です。クロスはダメ、外れます。時間が残りおよそ7分になりました。点差は3点。今のセットオフェンスはなんとか、まあ、シュートで終わったとはいえ、ね、なんとかしたかったところではあるかと思いますが、はい、まあ、最低限のことをやったかなというところかな、はい、まあ、松浦選手も今、はい、決めれるという自信はあったと思うんで、はい、ちょっとっていう顔してましたよね。リボットには入らない、しっかり守る北陸電力、足に当たりました、足に当たったということで北陸電力ボールになる。すぐに戻っているトヨタ防食九州、30分ハーフで行われますハンドボール、まあ、トヨタ防食九州の方がちょっとミスで終わっているので、ここをチャンスにしておきたいというのが北陸電力だと思うんですよね、はい、そうですよね、まだまだ分からないぞというところです。あ、自分で行かない、
ピボットから勝負決まった。21番中山。西坂選手はよくうまく落としましたね、はい、よく入れました、はい、そしてタイムアウトはトヨタ紡織九州です、はい、後半の24分を過ぎました。得点は24対22、トヨタ紡織九州のリードは2点となったところでトヨタ紡織九州のタイムアウト。さあここからがさらにこうベンチワークの見せどころというところになってくるかと思いますけれども、そうですね、やっぱ3点ぐらいあるとちょっと安心してっていうところもありますけど、はい、2点ですとね、はい、やっぱり危険な点数差というか、はい、追いつかれちゃうというところがあるんで、はい、その前にしっかりタイムアウトを取って、はい、今何をするのか、どういう攻撃をするのか、またディフェンスはどういうふうなチェックをしていくのかっていうところをこのラスト6分ですね、はい、しっかりチェックしましょうというところでのタイムアウトだと思います、はい、解説は北陸電力元監督の角谷清重さんにお願いしております、はい、さあ息をつかせぬ展開となってきています。後半の24分、残り6分弱の攻防、得点は24対22、2点のリードはトヨタ紡織九州。トヨタ紡織九州ボールのセットオフェンスでゲーム再開。右から左に攻める赤のユニフォームがトヨタ紡織九州、左から右に攻めるのが青のユニフォーム、地元の北陸電力です。ずらすか、勝負に行く、いや行かない、ナイスディフェンスだ、上から打った、ここでオフェンスがユニフォームを引っ張ったというところでオフェンスファウルを取られましたね、はい、しっかりと圧をかけて、どうだ、決まった、1点差、15番の松浦。松浦選手だいたいインの動きが多かったんですけど、はい、ここ初めてアウト攻撃しましたよね、そうですね、まあ、左利きからすると少しこう逆の流れになってくるかと思いますけれども、はい、だからディフェンスがちょっと反応できなかったのでというところだと思います。今までは左サイドに行くような流れだと思いますけど、はい、今右の方に来ました。この1点大きいと思います、はい、1点差に詰め寄っている、はい、ウィンから戻す、ここは打てないと判断した、うんとパッシブの予告が出ているぞ、キーパーナイスセーブ、12番の矢作、さあ次の1点はどっちだ、選手が入れ替わる、3番の藤坂入る北陸電力、自ら打ってきた、決まった、同点、30番の川島、24対24、ゲームを振り出しに戻しました北陸電力、後半の間もなく26分です。まあ、こういう時に注意しなきゃいけないのはディフェンスをする時にやはり退場にならないことですね、まあ、後半のその最初の時間帯は両チームとも退場者が多く、まあ、特にその中で得点はトヨタ紡織九州勝ち越し、流れを失ったのが北陸電力でしたので、そこをやはり注意しなきゃいけないところだと思います。うまい、ディフェンスのいい距離感でシュート打っててますよね、はい、今のなかなかディフェンスの距離を持ってシュート打ってるので、はい、キーパーも取りにくいですよね、やっぱりね、はい、得点は25対24、トヨタ紡織九州が再び勝ち越しに成功。まもなく試合時間が3分30秒ほどになってきます。左ウィング、パスが乱れる、もう取り戻す、もっとっとっと乱れるぞ、すぐに戻す、センターから松浦戻す、ピボットに入る、打ってくる、決まった、同点、中山25対25、再び同点に戻す。さあ25点勝負と踏んでいた北陸電力田中監督ですが、その25点、しかも両チーム並んでいる展開で残り3分、そうですね、まあ失点はね25点しか取られてないんで、よくディフェンス頑張ってると思いますね、はい、北陸電力やった、ここは外れる、北陸電力、これチャンスですね、準備にしっかりと当てられた期間にしたいというところです。5試合遅れたところ、5試合遅れての開幕、ここのキーシュートはキーパーが止めて、北陸トヨタ紡織九州1人選手が倒れています。そしてここで審判が止めました。そうそう、2人ちょっと足でしょうかね、はい、ちょっと、6メートルラインの外側で、選手が立つことができ
ったような形なんですかね。いや、なんか当たってると思いますね。当たりましたかね、はい、あとちょっとここは厳しいか。14番左ウィングの梅本、外に出ます。梅本も今日活躍しています。前半だけで3得点挙げました。その梅本が外れます。さあ後半の28分になろうというところ、残り2分少々、得点は25対25、同点です。トヨタ紡織九州としては前週に続き接戦という形、そうですね、まあ、ビハインドされているところから追いついて、はい、まあ、逆転してまたという同じような流れの2週続けてになっている。シュートは高く外れてしまった。19番三重のシュートは外れた。北陸電力はここは助かりました。さあ一本一本集中ですね。さあオフェンス選手入ります。3番の藤坂入った。北陸電力、はい、28分になります。残り2分、ボールはどうだどうだ、トヨタだ、右へ振って速攻決まりました。19番の三重勝ち越し、26対25、トヨタ紡織九州リードは1点、逆転させない。そうですね、まだ この攻撃を取ればね、はい、まだチャンスあると思うんで。ディフェンスに囲まれながら打ったが、ここはフリースローです。ここは松浦選手行ってほしいですね、はい、気持ち的には。さあどうする、その松浦、30番の川島に戻す。松浦から右ウィング、アイデアは上、バーの上になってしまった。そして時間がほとんどなくなってきたぞ。29分を過ぎました。今のシュートの外れたのは北陸電力にとっては試合の分岐点になってしまうかもしれない。まあ、ここはしっかり守って、はい、守ることが大事だと思います。北陸電力なんとか、はい、なんとかするの、早めに切って、あ、手上がりましたよ。パッシブで横く合ってる。おっと、ここでタイムアウトですね。タイムアウトはトヨタ紡織九州です。残り45秒というところでタイムアウト。まあ、でもレフリーの手が上がっているので、そんなにあのパス回せませんから、はい、さあ26対25、トヨタ紡織九州と北陸電力1点差、トヨタ紡織のリードは1点。トヨタ紡織は前週の大崎電気戦同じような展開で最後追いつかれたという前週の記憶があります。そしてそこを修正するためにディフェンスの強度を上げて練習をしてきたというふうに話してくれましたパク・ヨンギル監督です。最後どうしても1点取りたいというところになると思うので、はい、まあ、セット攻撃をしてくるかフリー攻撃をしてくるのか、はい、まあ、その読み合いというか、はい、まあ、ディフェンスはもう目の前の選手を守るということに集中し、するしかないと思うんですね、はい、さあトヨタ紡織九州は今シーズンの初勝利が目前に来ているところ、時もバス乱れる、時間は残り30秒、チャンスありますよ。北陸電力としては1本返せば同点に追いつける。あっと切り込んで、ここでいやタイムアウト取りましたね。タイムアウト取りましたね。これはしかし北陸電力がタイムアウト取りましたね、はい、今流れだったような気もしたんですけれども、いや意図があった、ね、ということですけれども、レフリーが今あの流してたか、あのチャージングになったか、はい、微妙なプレーだったので、そうですよね、ちょっとこう、まあ、接触がありながらの、はい、シュートに行くというところのプレーでした。まあ、これをしっかり決めて、はい、攻撃を成功して決めてほしいですね。そうですね、北陸電力負けと引き分けは大きいですからね。そうですね、勝ち点が違います、はい、負けは勝ち点ありませんので、まあ、長いシーズン、20試合戦う上でやはり勝ち点を積み重ねていかないと上位進出はありません。早く点数が取れればまだワンチャンスありますからね、はい、まあ、10秒ほどあれば1点入ってしまうのが、はいはい、ハンドボールでもあります。さあフリースローから時間が時計が進むぞ。時計が進みます。26対25、北陸電力は1点のビハインドでセットオフェンス。さあどうだ、乱れる。松浦ペイボットに入れて、あっとキーパー走
じくキーパー取りました。オールコート、オールコート出ましたよ。はい、さあそこでもうここからディフェンスに入ってとにかくボールを取るんだという、おっとここでボールは来た、おっと抑える抑える抑えたところでここでタイムアップ、タイムアップですね。時計の針は30分、後半の30分を過ぎて試合終了のホーンが鳴って26対25でトヨタ紡織九州が粘る北陸電力を振り切ったという形になります。いやー最後最後まで、はい、もうなんていうんですか、ハラハラドキドキと言いますか、はい、一瞬も見逃せないような試合になりました。そうですね、はい、まあ、スピードのあるハンドボールの魅力の、ね、スピードがある、はい、あのゲームやったと思います、はいはい。この試合の解説は北陸電力元監督、福井県ハンドボール協会理事長、福井県スポーツ協会理事も務めてらっしゃいます角谷清重さんにお願いしております。角谷さん、はい、簡単に、試合振り返っていただきたいんですけれども、はい、はい、そうですね、あの前半はやはりあの何回も言いますけど速攻の展開だったんですけど、後半は結構セット攻撃で、はい、がっぷりこうセット攻撃をやれたと。その中で右左あのどちらともね、流れがいきそうな感じだったんですけども、はい、お互いの持ち味を使いながら、はい、あの競ったゲームで、はい、非常になんか30分が早く感じました。そうですね、はい、もうあっという間にもう試合に集中していないともうあっという間にこうゲームから置いてかれるなという流れの、はいはい、試合でした。最後はやっぱりあのあれですね、キーパーの素晴らしさ、いやーなんといってもトヨタ紡織九州の12番ゴールキーパーの岩下、はい、今日の MVP と言ってもいいですかね。そうですね、はい、第45回日本ハンドボールリーグ男子北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦は26対25でトヨタ紡織九州が今シーズン初勝利を挙げました。この放送は北陸電力福井体育館フレアからお送りしています。するわ。ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年1918年東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、寸大は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら教育の新しい可能性を追求していきます。
感すれば、ほらやっぱり来ると思ったのよ宅急便。そんなあなたに黒猫メンバーズ、お受け取り場所をお近くの駆動にすれば家で待つ必要はありません。便利かも。あなたでよかったと言われるように、選手に笑顔になってほしい。ハンドボールを豊かに。大正7年、1918年、東京高等受験講習会として第一歩を踏み出し、駿大は愛情教育を理念に数多くの受験生の夢の実現を支えてきました。そしてこれからも時代の流れとともに歩みを進めながら、教育の新しい可能性を追求していきます。第45回日本ハンドボールリーグ男子、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦は26対25でトヨタ紡織九州が今シーズン初勝利を挙げました。それでは次回の試合予定をご覧いただきましょう。まずは北陸電力です。9月22日豊田豪生、今シーズン好調の豊田豪生と対戦します。その後は10月10日琉球コラソン、10月24日トヨタ自動車東日本、11月21日トヨタ車体と続いていきます。角谷さん、はい、北陸電力今日のところ今日が、いわゆる開幕戦だったんですけれども、はい、次の試合以降に向けて課題といいますか、見えてきたところのポイント一つ挙げていただきたいんですけど。そうですね、良かった点はまず失点を25点でというお話が監督からあったと思うんですけど、しっかりそれが26点、1点あれですけど、やれてると、はい、ディフェンスは良かったんじゃないのかなと、はい、あとは今日岩下選手にキーパー取られましたけど、はい、あれが得点につながっていれば、はい、たらればでは仕方ないんですけど、はい、うまく攻撃は成功しているので、はい、それを自信持ってやっていただければ次勝利につながるんじゃないのかなというふうに思います。はい、続いてトヨタ紡織九州の次の試合です。9月22日火曜日、枠長製薬との対戦です。26日はトヨタ車体、10月11日豊田豪勢、10月17日ジークスター東京と続きます。一方の豊田紡織九州は、前週の苦い記憶を、今日も同じような展開で振り切った、跳ね返した、はい、跳ね飛ばしたという展開だったと思います。はい、次戦以降に向けていかがでしょうか。そうですね、今回競っても勝てましたというところにつながっていると思うので、そういうやっぱ辛いゲームっていうのはやっぱり多くなるので、はい、この中で1点でも勝てたというのは、はい、素晴らしいことだと思うので、はい、それをやはり持ち味の速攻をどんどん走って、はい、キーパー岩下選手に守ってもらって、はい、展開していけば、はい、もっともっと勝利は増えてくると思います。そうですね、またトヨタ紡織九州はその12番の岩下ゴールキーパーだけ、1番ゴールキーパーの小峰も、はいね、ナイスセービングですね、はい、ちょうど映ってますけれども、はい、前試合ありました、はい、この辺りの両2枚看板といったところが、しっかりと機能してくれば一挙に上位進出もありえるのかなという形の、トヨタ紡織九州の戦いをお伝えしてきました。はい、日本ハンドボールリーグですけれども、新型コロナウイルスの影響で試合日程などの変更や感染レベルの情報は日本ハンドボールリーグ公式サイトでご確認いただければと思います。お伝えしてきましたように、第45回日本ハンドボールリーグ男子、北陸電力対トヨタ紡織九州の一戦は26対25でトヨタ紡織九州が今シーズンの初勝利を挙げました。放送席解説は北陸電力元監督、福井県ハンドボール協会理事長、
福井県スポーツ協会理事も務めてらっしゃいます角谷清重さんにお願いしてきました。角谷さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。実況は稲川拓司でお送りしました。トヨタ紡織九州が勝ったゲームを北陸電力福井体育館フレアからお送りしてまいりました。この放送は ANA ヤマト運輸インパル駿河大学園セレスポモルテンユニマットライフの提供でお送りしました。